アナウンサーファッション対決ヒルナンデス出演権争奪第1位は毎週月曜から金曜のお昼に放送しているヒルナンデスの大型企画日テレ系女性アナウンサーおしゃれ日本一決定戦満を持してテニーも参戦ヒルナンデス出演権争奪アナウンサーファッション対決今回名乗りを上げたのはこの3人入社1年目の新人西辻美優アナウンサー入社5年目 MC に中継に引っ張りだこの松本亜美アナウンサーそして新潟一番サンデープラスの新 MC 日高由紀アナウンサー自身のファッションについて3人に聞いてみるとちょっと可愛い甘めなテイストの服が好きかな結構動画なのであんまり大人っぽいの着ると着せられてる感出ちゃう私は一目惚れタイプだと思いますあこれ可愛いって思ったものは絶対に手に入れたいなって思いますね結構ガーリーなものとかなんか花柄とかあとなんだろうピンクとか淡い系の色合いが好きなのでそういう服を買いすぎてます彼女たちの着こなしを審査してくれるのはこちらの方々20代後半の女子を中心に支持を集めるファッション雑誌スイートを担当している編集部の山口真澄さん雑誌や広告などで活躍カジュアルかつ女っぽさ香るスタイリングに定評のあるスタイリストの伊藤真紀子さんそして気になる対決テーマはアバウトミーちょうどスイートの7月号でも、モデルの皆さんに今の自分の気分やこう自分のキャラクターをこう体現するような服装でこう出てもらっている特集がありましてこれが私ですっていう風なのが分かりやすい、コーディネートっていう意味で About Me をテーマに挙げさせてもらいました今後のファッションセンスすら問われる大事な一戦スタートです今回協力してくれたのはカジュアルからきれいめまでさまざまなアイテムを展開しているこちらのショップまず最初に姿を見せたのは新人西辻アナウンサーはい西辻です先輩方に負けないように頑張りたいと思います先輩方は結構多分可愛い系だと思うんですよなので私はちょっとかっこいい系の服を選んでいけたらなと思っています私この青とかすごい好きなんですよねかわいいいやこれいいなかわいい夏にぴったりのズボンじゃないかなと思います私一つずっと着たいなって思ってた服があってそれがこのベストなんですよ一枚羽織るだけでおしゃれ上級者に見えませんかちょっと着たことないので自分がどんな感じになるかわかんないんですけどでもこれにパンツを合わせたいテニー入社4年目のヒダンカーですサンデープラス MC として番組を背負って頑張ります私2人との違いはですね低身長であと重心が下なんですよどっしりしてるのでテーマはスタイルアップと着替えです見てくださいこのウエストマークされた T シャツこれね絶対得意な形ですよ試着してもいいですか行ってみます着れましたいかがでしょうこんな感じスイートのおかげですごい足長効果あるしこんなやっぱ T シャツ正解だわここまで、ね、ウエストマークしてくれてるのとこのカーディガンの丈感すごくよく合ってる気がしますちょっと自分らしさを出しつつ大人可愛くまとめられたらなと思います見て可愛いのがありすぎて大変迷っちゃうなボーダーも可愛いしこのお隣も可愛いうん迷っちゃうなどれを選んでいいのか全く決まらない様子このまま時間だけが過ぎていくと思っていたら強力な助っ人がいますのでちょっとこの方にお願いしようかなお願いしますパヤコさんあ登場したのはグローバルワークのスタッフパヤコさん実は4月に番組で共演した松本アナはこっそりパヤコさんを呼んでいたんですアドバイスをいただけたらとちょっとお願いしますかしこまりました花柄そっかカートなんてどうでしょうピンクのパンツいかがでしょうえ可愛いんじゃないですかこれね
カリスマスタッフバヤコさんおすすめのアイテムでこの勝負に臨む松本アナ。少々ずるいですが勝負に情けは無用。プロのアドバイスをどう吸収するんでしょうか。ヒルナンデス出演権争奪アナウンサーファッション対決、いよいよ運命の一戦が始まるわけですが、こちらには女性アナウンサーの3人が黒いベールに身を包み発表の瞬間を待っています。ヒルナンデス出演をかけた熾烈な一戦スタートです。トップバッターは入社5年目の松本アナウンサーです。松本さん、コーディネートの個人テーマはどんなところでしょうか。私のコーディネートのテーマは大人かわいいお出かけコーデになってます。はい、それではベールを脱いでいただきましょう。どうぞ。では私が考えたのはこちらです。バン、こんな感じです。審査員の山口さん、このコーディネートいかがでしょうか。はい、とても春らしいブラウスを取り入れていて、ちょっと透け感があるんですよね。それがすごい軽やかさも出ていて、あとアクセサリーすごいパールとかがとリボンのあしらいも女の子らしくてすごい可愛いと思いました。続いては日高アナウンサーです。日高さん、コーディネートのテーマはどんなところですか。はい、はい、私身長がお二人と比べるとあまりないので、それでも着映えするような大胆なカラーリングと柄を選びました。それではベールを脱いでいただきましょう。どうぞ。はい、では参ります。えいよいしょ。そしてこのお帽子をかぶらせていただいて、これが私のコーディネートです。伊藤さん、このコーディネートいかがでしょうか。チェック柄って結構ほっこりしがちなんですけど、トップスの色でうまくそれを回避してて、すごい上級者な感じがしました。嬉しい、はい、ありがとうございます。最後は入社1年目の新人西辻アナウンサーです。西辻さん、個人テーマどんなところでしょうか。はい、私のコーデテーマはかっこいい女子会コーデです。フレッシュ感のある色も取り入れてみました。さあ、それではベールを脱いでいただきましょう。どうぞ。はい、私のコーデはこちらです。じゃーん。で、伊藤さん、このコーディネートはどうでしょうか。はい、今年すごい流行ってるグリーンをあえてまた色と合わせていて、色かけ色も今年すごい流行ってるトレンドの合わせ方なので、すごい素敵だなと思いました。はい、ありがとうございます。これで全員の発表が終わりました。勝利をつかむのは誰なのか。そうですよね、さらにちょっと合ってる感じだった、うん、真逆な感じで組んできたチャレンジ精神は確かにっていうのもあるよね。確かに、なんか髪の毛とかも、うん、コーディネートの、うん、テンションはすごい合わせてきてても、うんね、はい、いよいよ結果発表ですが、審査員の山口さんに順位を発表していただきます。お三方、心の準備はよろしいですか。はい。それでは第3位の発表です。山口さん、お願いします。はい、第3位は松本さんです。やっぱそうですか。ちょっと攻めの姿勢が足りなかったかなっていうのが惜しいポイントでした。けどスイートでもこの春夏、レース素材のものとか白とか、あとローリードファームのそのトップス、バルーン袖のトップスすごい素敵で、そういったところはとてもスイートらしい感じがあって好感持てたんですけど、もう気持ち攻めの姿勢、色使いとか出してほしかったなっていうのが第3位のポイントです。確かにちょっと自分らしさを主張しすぎて、うん、ちょっともう一歩踏み込めたらよかったのかなって今お言葉いただいて、はい、わかりました。残りました2人のうちどちらかが1位ということになります。日高さんと西辻さんの順位はどうなったのでしょうか。それでは第1位の発表、山口さん、お願いします。はい、第1位は日高さんです。本当ですか。本当に、やったー、やりました。すごいチェック柄が可愛くまとまったなっていうのと、
はい、あと色使いもとても素敵でした。山口さんと一緒ですごいまとまりがいいっていうのと、あとはなんかそう自分らしさっていうのとちゃんとトレンド感も入っててバランスがすごい良くて可愛かったです。はい、いやもうねサンデープラスの MC として毎週毎週衣装には悩んで心配ってきたつもりなので、そのセンスが認められてほっとしているところです。ということで惜しくも第2位には西辻さんが輝きました。はい、西辻さん第2位という結果いかがですか。いや悔しいですね。あと一歩言わずということだったので、次回ぜひなんかリベンジがあればしたいなと思います。けどすごい素敵でとても最後まで悩んだんですけど、うん、竹感のバランスをあと一歩考えたら良かったのかなと。例えばヒールをちょっと高いのを選んでみるとか、インナーのこう柄をもうちょっとすっきりさせる と全体的なシルエットだったり竹のバランスがちょっと惜しかったなと。けどすごい色の合わせとかとても攻めてて可愛かったなと思います。 ありがとうございます。優勝した日高さんはヒルナンデスの人気コーナー日テレ系女性アナウンサーおしゃれ日本一決定戦に出場していただきます。その模様もぜひお見逃しなく。以上女性アナウンサーファッション対決でした。